疲れてきた。間違いね。で両者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 どちらも。今や世界の R&B ファン、そしてベースプレイヤーの間で伝説となった名演が存在するんですよね。1972年のダニー・ハサウェイのライブアルバムの佳境での2分半にわたるベースソロ、アンペグ SVT から繰り出されるベースの音はメロディアスかつグルービー、そしてドラマティック。史上最もディープなベースソロと評されたベースを弾くのはグルーヴマスターウィリー・ウィークス。今となってはダニー・ハサウェイライブでの究極のパフォーマンスはほんの序章に過ぎず、その後の彼のキャリアは目覚ましいものがあったんですよね。で、レコーディングワークにおいてはジョージ・ハリスン、ローリング・ストーンズ、スティービー・ワンダー、アレサ・フランクリン、マイケル・マクドナルド等々、ポップス、ロック、R&B、ブルース、カントリーとほとんどのフィールドを制覇してしまったんですね。そしてツアーにおいてはジョージ・ハリスン、ワイノナ・ジャッド、ドゥービー・ブラザーズ、ライル・ラベット、グレッグ・オールマンなどをサポートしてきたんですね。ウィリー・ウィークスは1947年ノースカロライナ州セーレンバーグで生まれ、カントリー、R&B、ポップスなどをラジオで聴いて育ったらしいんですね。で、12歳で歌を始め、後にゴスペルチャーチでギターを始めるわけなんですけれども、なんとね、最初は斧に釣り糸を張って練習したそうなんですよ。本当かどうか知らんけど。そしてそのゴスペルの活動の中で初めてエレキベースと出会ったらしいんですね。それがフェンダープレッションベースだったそうなんですけど、まあね、感極まってわお、これだよと叫んでしまったそうなんですね。まあそこから彼のベース人生が始まるわけなんですよね。で、最初はネックが丸太のような日本製のベースを使い、60年代初頭からニューヨーク、テキサス、ミネソタといったさまざまな場所とバンドを渡り歩きながらベースのスキルを磨いていったそうなんですよね。まあ、そんなある時、シカゴに向かう前にカリフォルニアのシアで運命の出会いがあったんですね。それがあの伝説のライブで使用した62年製のフェンダープレッションベースだったんですね。今回ウィリー・ウィークスを取り上げるにあたって僕にとってのね、ちょっとした収穫があったんですよね。それは僕の好きなドラマ、スティーブ・ジョーダンとコラボするウィリー・ウィークスだったんですね。で、両者どちらもその筋ではグルーヴマスターの異名を取るにふさわしい人物であることは間違いないんですよね。これはね、まさに僕にとっての夢のコラボなんですよね。それは2005年あたりに集中してリリースされたアルバムたちで聴くことができるんですね。で、まず紹介したいのがギターのジョン・スコフィールドによるレイ・チャールズのトリビュートアルバム That's What I Say で、ここでの僕自身の中でのトピックはアルバムの中でアンペグベビーベースを使っていることなんですね。
まあ、ベビーベースといえば、まあ、サルサ御用達の楽器として知られているところなんですけれども、まあ、僕も散々オルケスタデラルスというバンドで使い倒してるんですけれども、まあ、さすがにウィリー・ウィークスとベビーベースは結びつかなかったんですよね。でしかもラテンベースをめちゃくちゃいい感じで弾いてるのには本当に驚いたんですよね。てかやっぱりね、一流のベースプレイヤーはその持ち前のセンスで要点をつくんですよね。で要するにね、ラテンの極意をすぐに導き出すんですよ。そういったセンスを持ってると思うんですね。まあ実際そういう先輩たちはいっぱい見てきたし、ウィリー・ウィークスもやっぱりそうなのかと思ったんですね。でこのベビーベースの構造が実にユニークなので、せっかくなのでね、ちょっとかいつまんで説明したいと思うんですね。まずこれがベビーベースのピックアップシステムの断面図なんですけれども、とてもユニークな、マグネティックダイヤフラム方式というシステムになってます。でこれがアルミダイキャスト製のコマになってまして、まあ、それぞれ弦がこう乗っかってるわけですけれども、この弦振動をこのダイヤフラムですね、振動板に伝えます。でこの振動板に伝わった音をワンポールピースのパッシブピックアップが拾うわけですね。でこのピックアップがマウントされてるスペースがこの空洞になってるわけですよね。でこの車線の部分がですね、発泡ウレタンのようなものが、ボディの中にびっしり詰まってます。でボディの横に継ぎ目がありますけれども、これは、表と裏で、それぞれのテンプレートに、合成樹脂を流し込んで成形したものを、まあ、貼り合わせてるんですよね。非常にこれもユニークですよね。これはベビーベースが割れてしまった、写真なんですけれども、まあ、このように、中に、発泡ウレタンのようなものがびっしり詰まってるんですね。まあ、基本は箱なりさせるために、ホロボディになってるわけですけれども、かといって響かせないために、まあ、発泡ウレタンみたいなものを中に思いっきり吹きつけてあるわけで、まあ、非常に混沌とした、構造となっておりますね。ちなみに実はスティーブ・ジョーダンもベビーベースを持っていて、まあ、彼のレクチャービデオの中でね、彼がベビーベースを弾いてるシーンがあるんですよ。でもう一つ紹介したいアルバムがあって、前回のコンテンツでも登場したハービー・ハンコック、2005年にリリースされたポシビリティスで、このアルバムの1曲目でジョン・メイヤーがフィーチャーされていて、でここでスティーブ・ジョーダンとウィリー・ウィークスのコラボが聴けるんですね。Pick off energy from the vibe of each other. Give me that break again. Girls like that don't sleep alone. Yeah, that's right. That's right. All right, cool. Keep that. Write that down. It could be that. It could be. Right. Or it could be. Yeah, I wish I could bend the note over. この2枚のアルバムはすでに2005年にリリースされていて、まるで宝を探し当てたかのような感動と喜びに今浸ってるところなんですけれども、まあ、これもね本当に生涯の愛聴版になりそうなんですよね。ところでウィリー・ウィークスの魅力はそのバランス感覚にあると思うんですね。でベースプレイヤーにとって大切なスキル、それはス
ステイすることの美学が一つあると思うんですね。でもそれはただ一本調子に弾くという意味ではなく、シンプルな中にメロディアスさがある、まあ、要するに限られた音数の中でハーモニー的により効果的な音を選び、ラインを紡いでいくという概念なんですね。でこれが大事だと思うんですよ。そしてここぞというところで美味しいフィリーンができる、まあ、そういったバランス感覚が望まれるところなんですけれども、まあ、ウィリー・ウィークスはそれができる人なんですよね。YouTube チャンネルを立ち上げてからは毎回毎回そのアーティストを掘り下げて取材する中で新たな発見と感動を覚えるんですよね。で今回のジョン・スコフィールド、そしてハービー・ハンコックのアルバムにしてもですね、すでに12年前にこんな素晴らしいコラボがあったんですよ。一体今まで自分は何をしてたんだろうと思うんですよね。しかしながら一貫したテンションで音楽に向き合うって非常に難しいと思うんですね。人には浮き沈みがあるんですよね。ウィリー・ウィークスはダニー・ハサウェイの栄光のバンドを去った後はそのキャリアの中で何度も浮き沈みを経験したそうなんですね。でアメリカのベースプレイヤーマガジンの中でのインタビューの中でこんなやり取りがあるんですね。あなたは落胆した時にどうやってそれを乗り越えてきたんですか、という質問に対してウィリー・ウィークスはこう答えているんですよね。モータウン、あるいはジェームス・ジェマーソンといった自分をインスパイアしてくれた音楽をもう一度聴く、要するにこれは原点回帰ということだと思うんですね。それと何か今までとは違うことを学ぼうとしたということなんですね。これはイノベーションだったり業態改革ということなんじゃないかなと思うんですね。そして何か学ぶものが見つかった時にそれが着火剤となって人生を勢いづけていくというんですね、まあ、これにはね本当に驚いたんですね。僕と全く同じ考えを持っているということにね